メニューを見ると結構こう子供心をくすぐられるというか、こう男性だけじゃなくて女性にも人気があるのはそういうところかもしれないです。周防大島町役場のすぐそばにあるカフェ&レストランジョイナス。みんなが集まってくれるお店にしたいと名付けられ、オープンから13年、地元の人に愛される人気のお店です。腕を振るうのは料理人歴30年以上の細野浩二さん。大阪出身で周防大島町へ移住、そこで知り合ったのが妻の真理子さん。夫婦2人で店を切り盛りしています。ジョイナスには気になるメニューがたくさん。とにかくこう作業終えてちょっとお昼休憩で来られた方たちにもとにかくお腹いっぱいになって、また午後からも笑顔で元気に頑張ってもらいたいので、もうその方たちがお腹いっぱい満腹になってもらえたらなという思いで。鶏の唐揚げにソーセージ、ナポリタンなど子供心をくすぐるメニューがぎっしり。その名も満腹ランチ。なんとお値段850円。値上げラッシュですが、すごい Google とかでこれで850円って結構投稿されてるんで帰れない。利益ギリギリですが、手作りにこだわり、スープは玉ねぎや人参などの野菜で作ったコンソメベースのポタージュスープ。胃にすっと入る優しい味。揚げ物はそれぞれに合わせたソースを添えていて、唐揚げにスイートチリソースなど飽きない工夫が。満腹ランチのみご飯の大盛りは無料と、なんとも嬉しいサービス。お財布にも優しい、ご飯が進むランチメニューです。続いては夏の風物詩。グリーンカレーも美味しいし、カレーうどんも美味しいし、じゃあグリーンカレーでうどんしたら美味しいんじゃないのっていうので、主人の方が考えてやったら、はあ、これは合うなって。それがグリーンカレーうどん。裏メニューから表メニューとして6年前に登場。夏季限定メニューで登場を心待ちにするファンも多いんです。焼いた夏野菜はグリーンカレーのスープへ。スープにはほうれん草を足して鮮やかな緑となり、可愛く仕上げているそうです。豆苗を乗せて辛さの中にも爽やかさを残し、和テイストのジョイナス風に仕上げています。ライムを絞ると爽やかな味に変化。うどんなんで、もうお汁もすすれるぐらいの、ちょっと日本人向けに。プラス100円でご飯を作ることもできて、残ったスープをご飯にかけていただくのもグー。その地元の方に喜んで足を運んでもらえるようなお店になってたら嬉しいなと思って。いろいろなメニューを楽しめ、何度でも訪れたくなる店。ご夫婦の優しさに包まれ、ゆっくりとした時間をお過ごしください。